ということで、牧野智章、ラジオのフィールドでも講師とも気合入れていきます。それでは牧スタスタートします。今週の牧スタはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきます。まずは埼玉市のラジオネーム進撃の赤い巨人さんからいただきました。牧野さんはゴールした後にパフォーマンスをしますが、いつから始めたんですか、またなぜ始めたんですか、ということですね。こういう質問ね、たくさん来たんですけどね、ぜひともしっかりとお答えしたいと思います。ゴールした後のパフォーマンスっていうのは、まずは自分を印象付けたいね、サッカー選手としての寿命、そしてその後の自分の結婚した後の子供に対して、お前のお父さんはこういうサッカー選手だったんだよっていうところをこう植え付けたいっていうのもありましたし、あとはサッカー文化を起こしたいと、人がやってないようなことだったり、サッカーに興味がない人、さらにサッカーが好きな人でももっと好きになってほしいっていうところで、このパフォーマンスを始めました。でパフォーマンスをね、していくにつれて、いろんなね、意見だったり、自分にとっての課題とか成果だったり、いろんなものをね、見つけ始めたんですけども、パフォーマンスするにあたって一番大事なことっていうのは、カメラ位置をしっかりと把握すること。これはね、僕ね、ずーっとやってきた中で一番思いましたね。みんなグラウンドに行って芝のチェックしますけど、僕はメインのカメラをまずチェックする。これはね、今からパフォーマンスをしたいっていう選手だったり、若い選手にとっては非常に大切なことですね。よくゴールを決めてフェンスを越えて、サポーターのところに走って、駆け寄っていく人いますけども、もちろん大事なことなんですけども、やっぱ大事なのは自分の顔が映ってメインのスポンサーさんをメインのカメラに映すことなんで、まあ絵としてはそっちの方が綺麗かなと、後に使われる映像としてもそっちの方がね、大事なんだなっていうのはね、パフォーマンスをやるにつれて僕が、勉強し、成果と課題として、取り上げた一つだというふうに思っておりますんで、ぜひとも今後活かしていければいいかなというふうに思ってますんで。まあ浦和レッズはね、原口がね、ゴール決めたとフェンス越えたりとかしますけども、俺はいつもメインスタンドに行けと、そうすると自分の顔が映りますよっていうのを言ってるんですけど、そうすることによって彼もね、こうどんどん変わってきたんで、まあおすすめの一つかなというふうに思ってます。はい、